無限大ホール10周年どうもおめでとうございます。まあ私はもう立ち上げの10年前ですか、立ち上げの時から初日からまあやらせていただきまして、まあ、無限大という番組を毎日365日3時間生放送でやってましたが、まあ僕らの頃はまあただで無料で客席を開放して、CM なしのオリラジが最初やって、僕が3時間次やるっていう全く CM なしで無料で客席も開放してたんで、まあ今の知ってる方が想像できないと思いますが、最初はもう本当にね、黒人むちゃくちゃおったりね、客席にただやからね、ようわからんと入ってくるんですよ、オロナミンもらえるから。あとなんかね、おっさん一人おるなって思ったら、ケバいお姉ちゃん入ってきて、おっさんと出ていくっていう、あのね、同伴出勤の待ち合わせにされてたりね、そういうところでまあなんとかいろんなお客さんを来ていただいて、そこで喋らせていただいて、まあ僕今でも思うんですけど、地方っていうか、どこポンって掘り出されてもどんだけ喋れるっていう力はやっぱり無限大ホールで、その番組で、1人3時間ずっと CM なしで喋るってとこで、手に入れさせていただいたものだと思いますんで、これからもどんどん劇場で新しい力を、若手の方たちをどんどん育てていく、そこから育っていくような劇場であってほしいと思います。まあいつか僕も、もっともっとね頑張って、同伴出勤の待ち合わせの場所にしたいと思います。本当に10周年、おめでとうございます。また機会があれば寄らせていただきます。おめでとうございます。